はようございます。 G クラックテスターの安井です。今回ですね、この G クローラープラスを使ったハネネコで狙いに行きたいと思うんですが、今回は攻めるハネネコで狙いに行きたいと思います。よろしくお願いします。これもまあまあだよ。こいこい。よし。えい。どう？釣れるっしょ、あの猫。いいね。いい、ジークローラーさ。くたくた。ちっちゃいけど引きますわ。かわいいけど釣れました。今回ベイトでやるハネネコの跳ねるやり方なんですけど、まあ、基本風下に向かって投げます。で、最初にメンディングしてもらって一直線にしてもらいます。で、この時のファーストフォールで食ってることがもう多いんですけど、一度聞いてみて当たんなかったら次跳ねる動作で、っていう感じでやるんですけど、1回目のしゃくりの時にウィードトップからパーンってルアーを外してもらってから2回目3回目で外す、でそれでルアーを上に上げるっていうイメージでやってます。こんな感じですね。でしゃくった後はクリッてやりながらラインを巻き取りながら竿を下げて張らず緩めずの状態で当たりを待ちます。ここでちっちゃくコツって当たってから持ってかしてからフッキングみたいな感じでやるんですけど、よくみんなハネネコってラインをダルダルにしてやるっていう風にやってると思うんですけど、この今回やってる攻めるハネネコはちっちゃい当たりも取ってかけて取るっていうハネネコなんで、
巻き合わせね。はい、ジークローラープロスプラスグリパンブルー、はい、食ったよ。よいしょい。丸飲み。ライン張りすぎるとどうしても水平にルアーが落ちていかないんで、これもハネネコの肝なんですけど、片下に投げる。でルアーの方向にボートが流されていくんで、この張らず緩めずの状態をやってると自然にまっすぐルアーがトスンって落ちてきます。でこの時も張りすぎたらカーブホールド落ちちゃうんで、ポケットに落ちないんで食わないんですよ。なんでこの張らず緩めずの状態が重要ですね。こう跳ねてちょっと巻き取りながら張らず緩めず。で、まあ、この時に当たらなかったらまた跳ねるっていう感じで、また巻き取って張らず緩めず。持ってかして巻き合わせ。結構引くね。サイズはちっちゃいと思うけど。ああ抜けた。だよ。これ巻き合わせに持ってってかしから合わせて。ジークローラープラスグリパンブルー持ってかしてからだよ。合わせる。まあまあかな。思ったら40ぐらいです。こぼすとか危ないか。同じぐらいのタイプです。羽猫で狙うエリアなんですけど、今やってるのは一番底が3メーター前後で、そこからまあ1メーターなり 1.5 メーターなりカナダモが生えてるんですけど、それがまあここ一番底にあって水面があって、でウイドがまあ1メーターとか 1.5 メーターとか生えてるんですけど、そこにこのジークローラープラスをそこまで落として跳ねて落として跳ねて落としてっていうカナダモのポケットに落としていくイメージでやってます。いくよ。まあ低
くね。引くよ。いいじゃない。シンクロだったら釣れるわ。ほら、今みたいに巻き合わせするとこういういいとこにかかります。これもちろんスピニングでPタックルでやって組んでもらってもいいんですけど、なんでベイトかって言ったら、ウィードトップが50センチの濃いとこももちろんこの釣りではやります。で、2メートル、3メートルぐらいのレンジでもやります。でもスピニングだと多分ウィードトップ50センチのとこで魚かけても切られちゃうんですよね。でも今回やってるこのベイトでやる羽根猫っていうのは、そういうウィードが濃いとこでも攻めるんで、そこで食ってきても取れるようなタックルセッティングで今回このベイトでやってます。これ今使ってる竿が 70MH に G クローラープラスで、シンカーは16分の1オンス、これが基本セッティングです。思ったよりちっちゃかったよく引くバスでした、はい、だよ。Jay, Z クローラープラス。